ハロウィンはどうも草加の一条チャンネルです。サブチャンネル、今回はですね、えー、ts 第4弾のね累計を開封していきたいと思います、えー、今回のイベントは超合体プロスピーヒーローズというね。まあ少しまあ少し前って言ってもね。だいぶ経つんですけど、まだ最近できたアプリのあのアプリってじゃなくてイベントですね。はい、これ結構やりやすくて。 あの勝つだけでね、120勝するだけで累計が受け取れるんですよ。なので、ね、初心者の方でもね、あの試合するだけでもらえるのでね、ぜひ頑張ってやっていただきたい。そして、えー、今回の狙いですね、まず狙いを一定数のあといっていと思います。久保田選手は、そうですね、タイピンチがついてるけど、ちょっと吸収少ないですね。鍵谷選手、僕欲しいです、鍵谷選手、この変化量1のパームとカットボールとかね、こういうのを使ってみたいなというところですね。 はい。狙いは、あそう森友哉選手は通常持ってるのでね、いらないかな、涌井選手ね、涌井選手もね、タイピンついてるんですよ、ただちょっと元の変化量があれだからなーってとこですね、難しい、まあでも、来たら使いますあの、一応育てれるので、本田選手は守備とそれよりですね、めっちゃいいですね、うん、ダイソーに使いたい。 まあでも、狙いの中ではまだ下の方う。両さんも同じく守備、そして走塁面ですね。まあ、狙いとしては下の方で。吉井さんは、ああ、吉井監督はそうですね、ちょっと球種少ないかな、うん、下の方ですね、ちょっと。あ、浅尾選手めっちゃおいしいあの、浅尾選手の A ランクはねあの、たくさん、たくさんって言っても2枚か3枚ぐらい、裏。 裏にあると思うんで裏,じゃ裏っていうかなんていうの、量にあると思うので、はい、いやー欲しいですね、このパームとフォークを使いたいうんそうですね麻尾選手狙い浅尾選手、鍵谷選手を狙います、そして、まあ、これも吸収少ないかな、ちょっと厳しい、うん、下の方ですね小久保選手が僕欲しいんですよ、<laughs> 国母監督すごく好きなので、はい、欲しい強いしね。 でで村田選手も欲しいです、はい、なあこれは本赤じゃなくてサブの方にサブの,あのプロスピのオーダーにはいるんですよねはいぜひこちらの YouTube で出してる方のアカウントでも来てほしいところですそして高橋さんはこれもちょっと球種の変化量がちょっと少ないから微妙なんですよねうんちょっと下の方ではいこういう感じですね では狙いのい一番の狙いは朝尾さん2番目の狙いを鍵屋さん3番目国久さん4番目を村田さんっていう感じでこの4人狙っていきたいと思いますということで、えー、プロスピーヒーローと瑠璃恵引いていきましょうお願いしますさあ頼む自治無援室来たら久保田さんなんですよ多分巨人にしてたと思うあ全然来るのあなそうだな <laughs> 演出渋いぞ渋いなこれは1位みたいなだったらさっきの別の小久保さん以外あ確定出すらない枠井さん涌井さんだ5番目ぐらいの狙いですねよかったよかったでもねこのイピンチでちょっと使ってみたいので、はい、ありがとうございますよしじゃあどうしよっかなこれこれどうしよっかな <laughs> 国宝さんっていたっけいないよねソフバ版バージョンでも持ってないよねいないもんね国宝さん絶対いないよね国久さんはいないな絶対いないです。はい。え <laughs> 若田部さんでいるの、はい若田部さん。はい。ということで残念ながらいませんでしたということでちょっとこの A ランクの次チームはちょっと考えたいと思います。 ということで、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。See you next time.